シムカ1300-1500はフランスの自動車メーカーシムカが同国ポワシーの工場で1963年から生産した小型乗用車である。1966年にはマイナーチェンジを受け名称がシムカ1301-1501に変更され1975年まで生産された。 1951年以来生産され、シムカをフランス第4位の自動車メーカーの座に定着させたロングセラー、アロンドの後継者として登場した。ユニークな設計の個性派が多いフランス車の中にあって、手堅くオーソドックスなモデルで、アロンド以来のオフエンジン、後輪駆動、後輪固定軸サスペンションという、当時としてはごく常識的なメカニズムを持っていた。 当初は4ドアセダンだけであったが、デビュー翌年の1964年には5ドアワゴンが1500に追加され、翌1965年には1300でも、選択可能となった。このワゴン版のテールゲートは、当時のアメリカ社に多かった、後窓を格納してから、下半分を手前に倒して開く方式で、1500GL の過失フロアパネルを取り外すと、 ピクニックテーブルになるというユニークな仕掛けであった。1500、ファミリアールは7人乗りで、屋根に荷物用のラゲージラックが追加装備されていた。1966年9月のマイナーチェンジでは、名称がシムカ1301、1501に改められたが、フロントノーズが伸ばされデザイン変更を受けるとともに、セダンのリアオーバーハングも延長され、 トランクルームが拡大するとともに、より高価な車に見えるようになった。また、内装デザインも一新された。1969年には、1501S、1970年には、1301S が追加された。1301、1501は地味な存在で、1970年代に入っても保温リングや、 コラムシフトを備える旧式な設計でありながら、タクシー向けなどに根強い人気があり、実質的な後継者となる、シムカ1307、1308がデビューする1975年まで、生産が継続された。1300、1500時代には、当時の日本総代理店、国際工業によって輸入された。しかし、日本車の性能が向上するとともに、 シムカのような特色の薄い輸入車の日本での販売は難しくなり1301、130 1501になって以降は輸入が中絶した。シムカの輸入自体も1970年頃に打ち切られた。ありがとうございます。